もう量がねすごいらしいよ、ね、楽しみだな、うん、ここ1回じゃ頼みきれないかも、そうだ、ね、食べたいのが何種類もある、うん、うん、手より大きい、いい匂いする、これはやばい、来ました、私がとんかつにしました、ご飯もおかわりできるってすごいね、しんくんすごいね、じゃあいただきます、オリジナルソースらしいんだけどね、美味しそう、うん、うん、めっちゃジューシー、うーん、ソースいいね、うん、すごいね、チャーハンも、ね、すごいよね、チャーハン美味しそう、めちゃくちゃ美味しい、いいね人生、うん、トップ3ぐらいです、おお、チャーハン大好きだよね、チャーハン大好き、このね、具沢山で色鮮やかですごい、うん、ね、長崎まで我慢できなかったね、ちゃんぽん、そうだね、空港ね、たくさん量がすごい、うん、目見えないね、太麺なんだ、めちゃくちゃ美味しい、美味しい、いろんな出汁が出て美味しそう、出汁がね、やばい、最高、いいな、食べたい、ちゃんぽんもイメージとちょっと違う、あ、そうなんだ、味噌、味噌系、あ、味噌系、味噌好きだから美味しそう、チャーハンいただこう、しんくんもとんかつ食べてみて、うん、このね、ソースがめっちゃ甘くて美味しかった、うん、うん、チャーハン美味しい、とんかつめちゃくちゃ美味しい、美味しいよね、なんか味噌カツに近い感じがする、うん、うん、そうだね、うん、鹿児島結構味付けがしっかりで美味しい、うん、チャーハンとまんま、ね、うん、ごちそうさまでした、蔵島に来たらぜひ、めちゃくちゃおすすめです、もう長崎でちゃんぽんいいかもしれない、あの食べます、ちゃんと食べます楽しみだね、ラーメン価格がもうリーズナブルでボリューミーだって、しんくんが求めてるものじゃんじゃあ行ってきます、地元に愛されるラーメン屋さん、私が小にした、しんくんが普通いただきます、食べた、ここはまた来たい、なんかまた来たい味だった、うん、そうだね、うん、350円でもすごいボリュームあったね、あ、なんかね、私はショーなんだけど、うん、あの書いてあったんだけど、あの紹介パンフレットにも、うん、ショーでも普通のぐらいって、うん、本当に普通ぐらいだった、ね、うん、いやすごいね、味がね、味なんだろう、なんか手づ、なんだろう、やさ、手作り感はあるんだけど、うん、なんか手作りに私の味だった、すごい美味しかった、美味しかった、わー、また来たい、また来たい、また来たい、味ができちゃった、ね、ありがとう、なんかね、冷蔵のレアチーズっぽいケーキの方と常温のがあって、うん、でもこれもね、今冷凍されてるやつだから、うん、解凍して食べてって、あ、抹茶味にしてみた、何これ、そう、お芋がね、鹿児島有名だから、うん、ちょっとお芋のスイーツとかも食べてみたかった、嬉しいね、解凍されておやつに食べよう、うん、そしたらおやつ休憩します、辛いもレアケーキ、大隅半島の芋菓子のお店、なんかね、チランチャっていう抹茶味みたい、これか、鹿児島のお茶なんだね、いただきます、なんかね、さつまいもはね、うん、鹿児島のね、火山灰の土壌とか気候にね、栽培に適してるみたいだよ、だからさつまいも有名なんだね、うん、美味しそう、いい感じ解凍されてる、うん、ちょっとまだ冷たいからちょうどいいかも、なんか、うん、美味しい、ずっしりしてるよ、うん、抹茶が美味しいね、このチランチャ、うん、
締め目は少なく甘みが強いのが特徴なんだって。あ、そうなんだ。普通にお茶としても飲んでみたいな。うん、おいしい。ここフェスティバルおすすめ。うん、あ、おいしいね。抹茶の味する。抹茶の味がおいしいね。うん、お芋でしっとり。うん、スイーツ部門これは。うん、スイーツ部門、うん、ランクイン。すごいね、ここ。ねえ、お肉紹介するよ。うん。南国スイート。安いね。安い。私が大好物のパン。うん。キンくんの大好物のホルモン。うん。あとは、キムチと缶ジュース。これで、あと、入場料が1人200円ずつで、1800円か。うん。美味しかった。驚き。ね。味付けのやつはこれに入れて焼くんだってね。ね。味付くから。うん。どうしよう、すごいね。焼肉念願じゃん。うん、こんなコスパいい焼肉初めてだね。初めてだね。じゃあ行くか。ね、どんどん焼いちゃう。うん、タンから焼きます。嬉しい。うん、え、これタン、こんなん食べれるの。もうタン大好き。ありがとう。うん、いただきます。うん、いただきます。うん、久々だね。うん、忘れかけてた。忘れてた。うん、美味しい。美味しいね。続いて、生姜焼き、南国スイートっていう完熟ポークだって。わぁ、美味しそうだね。やばい。いいね、直売所でさ、自分たちで選んで買って焼けるってさ、ね、こういう焼肉の楽しみ方いい。お肉はずらーっと並んでて、そこから選んで、そうそう、スーパーみたいにね、持ち帰りもできるし、そうそう、お家でもできるからね。そうそう、迷ったけど、やっぱり、ね、ここ見たらさ、楽しくて食べたくなったね。このキムチ美味しいよね。美味しい。普通に美味しいね。ホルモン、またホルモンいただきます。はい、大好きだもんね。うん、ホルモンが一番好きです、実は。ふふふ、だって。本当に美味しい。私も食べてみようかな、ホルモン。うん、味付けいいね。うん、何味？味噌っぽい。味噌か。味噌ホルモンが一番好きです。あ、そうなんだ。うん、よかったね。眠りのシーンです。うん、最高。最後の2個が良かったね。うん、巻いて食べる。いただきます。はい、おいしい。めっちゃおいしいね。味付けがいいね。うん、大丈夫ですか。喪失感ね。あっという間に食べちゃったね。すごいおいしかった。すごいおいしかった。なんか今から本番って感じがする。うん、もっと食べたい。うん、喪失感でやばいね。じゃあ一旦お肉はごちそうさまでしょうか。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。さっき食べたのが国産でこんなに入ってたんだよ。すごいよ。こういうセットもね、あるっぽいからね。で、今度やりたい。うん。なんかどれだけ食べても1万円いかない気がする。うん。牛もあるね。牛もあるね。このさ、私、南国スイートって豚が甘くて、うん、すごいね、気に入った。うん。ね、普通に焼肉屋さん行くより安い。ね。ね、次来たらね、1週目で1万円企画。そう、大食い企画したい。はい。できたよね。まあ、冷凍だからちょっと。うん、食べたい。うん、焼肉の後ってなんか甘いものって思っちゃう私。うん。
最後にこれですね。レギュラーサイズ、牧場のソフトだからめっちゃ美味しい。このイサシってすごいね、お肉もね。ね、じゃあいただこう。いただきます。めっちゃ牛乳が濃い。これはあれめっちゃ美味しいよ。見てこの真っ白、すごいね。いいですか、ソフトクリーム好きには。うん、たまらない、うん、真っ白。微笑んじゃ。牛乳の味がすごいね、濃いよね。真っ白だもん。この地域がさ、うん、ね、前行った宮崎県の大洲市とか結構近い。確かにそうだね、あの山の向こうって感じ。大洲のさ、大和ファームさん、あそこのソフトクリームめちゃくちゃ美味しかったけど、似てるかも。味はすごい美味しい。これ絶対焼肉が食べちゃうね。食べちゃうね、美味しい。美味しいです。私ここ一人でも来れる。これすごいね。ここはもう一人でも来るな、しんくんがいないときに。来れます。うん、そうだよ。パスができる。もちろん、パスらしく。僕はどうするの？気づいたらいなくなってるな。あ、そうだ。